カカシ先生に言われたけど。他の人に聞いてみたら。ああ、そうしよう。ナルト、仲間と任務中か？ああ、ネジは見なかったか？ネジか。おい、イズボ、ネジを知らないか？そういえば、任用の飼育棟で任務と聞いた。お、サンキューな。じゃあ俺たちはそっちに行くってばよ。久しぶりだってばよ。お前はナルト？そうか。ああ、そうだった。実はさっき里に侵入したスパイを見つけたんだ。わかった、すぐに偵察に行く。何か見お疲れ。支度のために待ちで。あ、ならまた今度な。最近鹿丸がよく君の話をしてたよ。秋道長寿だな。こんにちは。なんだ、君も焼肉好きか。焼肉は世界一美味しいよね。一気に何十皿もいけるんだよね。一気に何十皿か。でもそれだと太ってすごいデブに。なんて言った。僕はデブじゃない、ぽっちゃりなだけだ。ぽっちゃり系万歳。やべえ、なんかやべえこと言ったのか。
二人ともやめろ。アスマ先生、長次落ち着け。長次の前ではデブは長次、ごめんごめん、誤解だよ。そういうわけじゃ。まあ気にすんな、分かってるから。誤解が解けたならいい。ありがとうございます。おかげさま、何かに。また砂隠れの里から力を貸してほしい。はい、今すぐ出発します。サインが欲しけりゃ書いてやってもいいぜ。